起きてゲームしてた。今日は5時起きです。やばい。ちょうど今目が覚めた。今日はアイアライブです。今日はアイアライブなので皆さん来てくれる方はよろしくお願いします。東京は曇りで32度まで上がりそうだって。やばいね、東京曇りなんだ。暑そう、やば。今日はね、ママと妹も見に来てくれるんですけど、そう、東京まで行くんですよ、2人で。妹は初東京、そう、初東京で。私は東京来てもね、観光とかできないから。ね、観光したいけど、いつも帰東京来てすぐ帰っちゃうから。歩くだけで楽しいようになっていいね。私も歩いてみたい。飛行機乗る時のマイルールある。マイルール？飛行機乗る時のマイルール、なんやろうね。マイルール、何でしょうか。マイルール。寝る。寝るかな。寝て、エアポッツつけて寝る。飛行機は基本なんか寝てるわ。基本寝てる気がする。起きてる時がない。飛行機乗る前はね、食べるよ、全然。
行機のエンジンの音が心地よくてきて眠たくなっちゃう。私はでもなんか飛行機でさ到着するときにもうなんていうの地面にこうやってついたらゴロゴロゴロって言うじゃん。結構揺れるじゃないですか。ああいうのがあっても起きない最後まで起きないんです。誰かがカチャカチャって言ってシートベルトを取り出してる音でいつも起きる。完全に止まってから起きるんです。飛行機窓側と通路側どっち？窓側になったことないんですよ。通路側は何回かあるけど窓側になったことないので、でも窓側がいいですね、できるなら。そう、起きないのすごくない？もう多分熟睡してるんだと思う。本当に窓側に1回でいいから座ってみたいけど明日観光する時間ある？なーい。明日も観光する時間ありません。カチャカチャ音するまで寝てたことあるってね。私いつもカチャカチャ音、カチャカチャ音で起きるなんか横の人とかがキャリー出してたりとかすることで起きる。だいたい中央席が多いです。レポートしたから起きてた。嘘、すごい。こんな、私も昨日はアイヤ一旦全部通して寝ました。もう雨やばくない？これ雨の音です。やばくないですか？やばくない？めっちゃ降ってる。聞いてください。昨日雨の音がやばい。昨日寝ようとしたんですよ。普通にあのベッドに来て自分の部屋入ってして暑いからちょっとエアコンつけようと思ってエアコンつけたんですよ。そしたらエアコンからゴキブリが出てきて、ゴキブリが出てきてずっとエアコンの中にいるんですよ。それででももう眠いからもういいやと思って電気消してもうベッドの中いたんですよね。そしたらなんか横で飛んできた音がしてふわーと思ってすぐベッドから出たんですね。でまあそのベッドでも寝てる時にちょっと調べてみたんですよ。なんかゴキブリ、暗いところ明るいところみたいな、どっちを好むのかみたいな調べたら暗いところの方が好むらしくて、うわ絶対飛んでくるやんと思って待ってたら予想通り飛んでくる音がして、それで電気急いでつけてみたらベッドのところいて、やばくない？で急いで玄関からゴキブリのスプレーを取ってきてダッシュでシャーってかけましたシャーってかけて
無事退治できました。最悪だったな、ほんと。調べたんですよ。そしたら暗いところの方が圧倒的に得意。最悪、マジで本当に。で、そのめっちゃシャーってかけたからシーツがちょっとびちょびちょになったんですね、そのスプレーの水のおかげで。でシーツ外して寝ました、昨日。虫いける人いけない、いけないけど寝れないじゃないですか、取らないと。私はもう眠かったんですよ。私虫退治できる人と結婚したい。私はもう本当に虫退治できる人じゃないと無理よ。こういう時にそう退治してくれる人がやっぱいいですね。そう、ジーとの戦いに勝ちました、昨日の夜中は。でも私なんかゴキブリいるのね、察しちゃうのよ。絶対その時ってゴキブリいるんですよ。なんかうわでゴキブリ出てきそうだなと思って昨日もエアコンつけたら案の定出てきて、なんかわ今日部屋にゴキブリいそうだなと思っている、時はあるんですよ本当に。まあ梅雨の時期は仕方ない、湿っちゃうから。ゴキブリは湿ってるところが好きなんで、湿度が高いところ、本当にやばい。ね、飛行機、これ飛行機大丈夫かな、こんな大雨だけど。初のエアライブ直前の心境は、なんだろう。でも今回声に鳴らしていただいて、結構全体曲とかでも大事なポジションだったりとか目立てるところをもらってると思うので、ぜひちょっと頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。あとはこんな時代にとかもね、披露かもしれないですね。頑張ります。それではちょっと短いんですけど15分経ったので終わりたいと思います。ではランキング読みます。13位、京子のごろさんありがとうございます。12位、ルイボスティさんありがとうございます。11位、フラさんありがとうございます。10位、ソイルホースさんありがとうございます。9位、ポテチーさんありがとうございます。8位、マハマロさんありがとうございます。7位、ただの魚さんありがとうございます。6位、ノリピさんありがとうございます。5位、MJ ジュニアさんありがとうございます。4位、ヤスさんありがとうございます。3位、クロさんありがとうございます。2位、ヘタッピさんありがとうございます。1位、マイナくんでした。ありがとうございました。それでは来てくれる方は会場で会いましょう。行ってきまーす。またねー。ありがとうございました。